Howdy, folks! This is Van 0073 here, Chris and Land, but our officials pulling in the car park with the handbrake. And today I'm bringing you Part 45. Wow, Part 45 of my Sword Art Online Pitable Let's Play. We're gonna start off with an event with Basalt Joe. Nando! Okay! Now, I imagine you get infinite chances at the events until you complete them all. いいな、それ。サンキューな。Apparently, I hit the wrong one there. Let's try Premiere.何ですか？楽しみです。素晴らしいです。Yeah, she rather takes off the kid in that regard. As soon as you do get infinite chances. Well, quite infinite. こんばんは。眠たくなってきたのでここいいですか？ありがとうございます。今日はいろいろなことを経験できました。どれも新鮮で興味深いことばかりでした。え？睡眠は日々の記憶を整理するために必要ですか？そうなんですね。ただ心身を休めるための行為ではなかったんですね。それなら今日は特に念入りに眠らないとダメですね。え？どうして笑うんですか？念入りに寝るという言葉がおかしいですか？なるほど。確かに言われてみれば変かもしれません。ありがとうございます。また一つ学習することができました。これを整理するためにももう寝ることにしますね。それではおやすみなさい。そのThere's three different ones you can do. There's filler. Let's go! Sorry, I couldn't help my impression there. Just go down the list. Ah, tsukareta. At least in the CG scenes, their hair does not change color too much. え？仮想世界では疲れないんじゃないかって？確かに肉体的には疲れてないはずだけど、やっぱり頭は働かせてるし、集中してたら疲れた気分にもなるでしょ？君が疲れてないってことは。まだ頑張り足りないってことじゃないかな。嘘だよ。君が誰よりも頑張ってるのは私も近くで見て知ってるから。今日もすごかったよね。よくあんな攻略法を見つけられたね。驚いちゃったよ。あの洞窟の谷底にあったトレジャーボックスの取り方のことだよ。普通あんな方法で取ったりしないでしょ。へえ、レイちゃんと一緒に考えたんだ。私も今度使ってみよっと。メモメモ。
か今日のこと思い出してたら、また宝探しに出かけたくなっちゃったよ。トレジャーハンターとしての血が騒ぐってやつかな。あ、しまった。こんなことしてたら全然休まらないよね。はい、今はしっかり休むことにするよ。As far as I can tell, I can't do the truing until I get all these events done, and include some multiple variations of the bed events. And I've left Breaker dead. Again. ねえ、そうかしら。今日もここで寝てもいいかしら。最近寝つきがいいせいか、すごく調子がいいの。もちろん現実の仕事も順調よ。あなたが抱き枕になってくれないのは残念だけど、抱き枕があればきっと睡眠の質もより向上すると思うのよね。また赤くなった。あ、じゃあこういうのはどうかしら。あなたが抱き枕になるのをためらってるなら、私を代わりに抱き枕にしてみるのよ。そうすれば抱き枕がいかに心地いいものか理解できるでしょ。理解できたら私の抱き枕になる気持ちも生まれてくるんじゃないかしら。さあ遠慮なくグイッ抱きしめちゃっていいわよ。どうしてまた逃げるの？あなたが抱き枕になるわけじゃないのに。もう相変わらず恥ずかしがり屋なのね。でもいいわ、そういうところもあなたが信じられる人って証拠だもの。じゃあ今日もここで寝させてもらうわね。ね、お互いいい眠りを。グッナイ。Maybe the other one's cuter than love. Ara! そういえば思い出した。この前あんたのために素材を取りに行ったじゃない。で、あの時あんたは借りは返すって言ってたわよね。何で返してくれるつもりなの？衣装？アクセサリーとか？え？何も考えてない？ちょっとどういうこと？何も用意してくれてないの？忘れてたの？もう何よそれ。あんたからのプレゼント楽しみにしてた私がバカみたいじゃな
借りを返すこととプレゼントを用意することはそもそも別？それはそうだけど、別のもの？プレゼントじゃなくて別のお返しってこと？このベッド、私がずっと使い続けられる権利？それをこの間のお返しに？あんたは嫌じゃないわよ。それでいいわよ。それで貸し借りちゃら。うん、ここで寝ると落ち着くしね。寝心地がいいっていうか、別にあんたの隣だからとかそういうわけじゃないけどね。もうそんなに笑ってるとまたベッドから蹴り落とすわよ。The other one ticked off. Stram. どうしたの？はーい。ねえねえ。なんか添い寝って何のドキドキするよね。あ、そんなおすまし顔したって私にはわかるんだからね。私は SAO 生まれのメンタルヘルスカウンセリングプログラム、略して MHCP。 プレイヤーの感情を理解することにかけては天才的なんだから。ん？ああ、そっか。MHCP っていうのはプレイヤーたちの心の支え、癒しになって常に仲間としてそばに居続ける、そんな存在なの。あー、でも違うから。私がこうして君のそばにいるのは別にそういう風にプログラムされてるとか義務だからとかじゃないよ。私は心の底から君とこうして仲良くしたいって思ってるんだよ。どうしてだろうね。なんか一緒にいると安らぐっていうのかな。安らぐ？あれれ、もしかして私の方が癒されてる？これじゃあどっちが MHCP かわからないかも。え？私を癒すのも楽しいって？そっか、ありがとう。じゃあこれからも時々こうして癒してもらっちゃおっかな。For the regular phones, I got a reasonably big image alert for games. Now I get straight, yes I did.Your druggy view that may show a few of those in another video at a later point. Probably not for some games, but maybe for the Sword Art ones, I don't know yet. I'll have to have a think about that. And Straya has one more.どうしたの？
嬉しいな。今晩もお邪魔しちゃっていいかな。ありがとう。え、今日も子守歌が聞きたいって？だからそんなに嬉しそうにしてたんだね。そっか、結構恥ずかしかったんだけど。上手だったし、綺麗な歌声だった。そう言ってくれてるのはもちろん売れな。ねえ、あの歌多分あの時初めて聞いたんじゃない？でしょ？実はあれ、ロシアの子守歌なんだ。昔ちょっと住んでたことがあってね。え、歌詞の意味を知りたい？それはやめた方が。え、知らないわけじゃないよ、ちゃんと知ってるって。でもこれってちょっと怖い歌詞なんだよ。教えちゃうとむしろ眠れなくなるかも。海外の子守歌って意外に怖い歌詞の歌が多いみたいだね。はしゃいでる子供たちを怖がらせて寝かせるためにそういう歌詞になったって話もあるけど。さあさあ、だから早く寝ようよ。じゃないと怖い思いしちゃうかもよ。嘘嘘。えへへ。He has one more. Zip. It's Q. I'm gonna see JLQ. Yeah. いいね。ねえ。いや。どうしたんだい？君のベッドに僕が寝ていることがそんなに驚くようなことかな。僕はそれくらいには君と親密になったつもりだったけど、そんな風に構えられるなんて少しショックかな。なんてね。冗談冗談。そうやってうろたえる君を見たかっただけだよ。いや、何、特に理由はないんだ。疲れたし、横になりながら君と少し会話がしたい、そう思ってさ。そうだね、何を話そうか。ベッドでする会話だから夢の話でもしてみるかい？僕は夢はよく見るよ。眠りが浅いのかもしれないね。面白い夢、怖い夢、意味のわからない夢、さまざまだけど、決まって僕はそこには存在しないのさ。そう、物語を俯瞰で見ているだけなんだよ。ダイス、君はどうだい？君の場合は常に自分が登場人物として存在するんだね。いいな、そういう夢をぜひ見てみたいよ。臨場。なんだか君と話していたらそういう夢を見られそうな気がしてきたよ。今日はここで寝させてもらおうかな。いいだろ、君と僕の仲じゃないか。じゃあ、おやすみ。ありがとう。Now I need to find some way to get into my room. Will do the trick. I will need to do something. I need to open my
Ooh, what is your first time on actual behind a level to beat the final boss in the true ending? Ooh, that might be hard. I know, I want to get some ammo! This is not one of the two events. Try to steal. Well, not a strike on me. Pardon that sound effect, folks. That was unexpected even for me. どうしたの? Oh, for the love of... Weed is just... That's just wrong! Didn't they have to put weed? Eccentric would have been better. How I picked that, I don't know. I just went with my gut. あれ? 今、目をそらしたでしょ。どうして目をそらしたの?白状しなさい。私にかかれば、君の視線を追うなんて簡単なんだよ。プレイヤーのプレイ履歴から視線の先を追えちゃうからね。さっき見てたのは胸元のほくろ?ああ、はだけちゃってたから見えたんだね。ストライア。Yes, it seems a little bit more picking up with this risque wording in the translations.そんなのが気になるの?そんなに見たいならじっくり見ても別にいいよ。ほれほれ、見てみなさいよ。そうして顔をあからめてるのもかわいいね。何度もこうしてるのに相変わらず純情というか純朴というか。でもそういうところが君のいいところかもしれないね。できればこれからもこういうふうに一緒に寝て君のことをもっともっと知りたいな。私のほくろのことも知られちゃったしね。Well, that story is finished.Time to go and talk to Rain. I think I've picked the right one of the options. It'll be interesting if I don't. どうしたの?That one might have been the bottom answer. Itsuki. I'm gonna go up top. Yeah. いいね。ねえ。
今日もいいかな。そうやって構えなくてもいいじゃないか。別に君をどうかしようだなんて思っちゃいないよ。いきなりベッドで押し倒したりなんてしたら、それこそ君に嫌われてしまうからね。この前も僕は何もしなかった。楽しく夢の話をしていただけだったろう。ああそうだ、じゃあ今日も眠る前に夢の話でもしようか。夢はその人の深層心理、今考えていることや悩んでいることが出てくることが多いらしい。寝る直前に読んだ本や見た映画のシーンが再現されるなんてのはよく聞く話だろ。だから今日はちょっと試してみないかい。君と僕で夢に出てきそうな体験を。だからそう構えなくても大丈夫だって。君が嫌がるようなことをするつもりはないからさ。何かいいアイデアはあるかい？ああなるほど、好きな食べ物の話か。夢の中で好きな食べ物を食べたいってことだろう。That's why his dreams are way like they are. It is impossible. その単純明快なところが君のいいところだな。でも君は夢の中で何か食べて満たされたことってあるかい？だよね。むしろ満足できなくて不思議に思う。夢の中での食事ってそういうことのような気がするよ。あくまで想像だけどね。僕はほら常に俯瞰だから自分が食事する夢は見たことがないんだ。こんな話をしていたら小腹が空いてきたね。ありがとう。One more minute.Let's run, run, run as fast as we can! Yeah, because we're gingerbread humans! Couldn't really say men, because that is, at one, that's sexist, because in fact that I'm playing as a female character with a female officers. Most of the characters you end up playing with in this game happen to be females as well. That must suck for Kirito. Has to suck for Kirito.Although not that he'll be complaining about what he gets to look at. Damn it, Paul! Get out of my way. Paul, out of my face. Basalt, Jerve! There's no more to say. Okay! おいおい、サンキューな。Definitely had to be dog getting the top one too. Give me a second, I'll reset the area. Don't forget though, so once I've done this, let's do what the Kirito mode seems to do. Run! Nanda! Okay! Hey!
今日も寝る前に小粋なトークショーとしゃれ込もうぜ。わかってるって。仲良くなってもアファシスちゃんは渡さないってんだろ。ああ、それでも構わないぜ。お互いをよく知るためだからな。ゲームの攻略話はいつもしてるし、それ以外にしようぜ。あ、そうだ。俺様の飼ってる猫の話をしてやろう。こいつがもう結構な年でな。動きも鈍いし、めったにニャーとも言わねえ。加えてよく食うだけのデブでおまぬけなジョーちゃんなんだが、そういうところもスイートなのさ。寝るときは必ず俺様に体をこすりつけるように寝るんだ。その寝顔を見てるだけで幸せるってなもんよ。今度うちの猫の映像を見せてやるぜ。ほとんど動かねえけどな。さ、じゃあ次はお前さんの番だ。お前さん、なんだ、もう寝てるのか。ま、仕方ないか。今日のクエストはハードだったからな。そうして身を寄せて寝てる姿、うちの嬢ちゃんに似てるぜ。お前さん、ありがとな。There's one more. なんですか？楽しみです。わあ。I have to say, even the ones where she talks fully, like the scenes here, I think she's a lot quieter in this game than she was in Hollow Realization. Just saying. Unless she was plot device in Hollow Realization, so. Squishy, お話ししてもいいですか？はい、この世界のことでちょっとわからないことがあります。あなたならきっと答えてくれると思ったので、お休みのところすみません。実は今日のクエストで。ああ、なるほど、そういうことだったんですね。理解はできたと思います。ただ、いろいろと複雑な用語が多くて、まだ整理できていないです。あ、でもこういう時こそ寝て整理すればいいんですね。では早速、今日もここで寝てもいいですか？ありがとうございます。あ、でもどうせならもう少し質問してもいいですか？今度はこの世界の武器について質問させてください。名称について難しい単語が多いと思うのですが。なるほど、理解はできましたが頭が少し追いつかなくなってきました。 Now that means that she could be referring to things like the Kaminsky, MutinovskyThings like that. え、こういう状態を頭がパンクしたと言うんですか？それは面白い表現ですね。また一つ勉強になりました。そろそろまた寝て、頭を整理した方がいいんでしょうね。その。
bad feeling it doesn't really have a lot to do with the rest of the characters in this game, and neither does Strya. They both of them barely mention Kirito. Remy barely mentions her. Mentions him, I say her, actually reference to his avatar in the anime, and they actually used in Kirito mode. Kiriko, or whatever it was called. Or Femiko, I've heard some people call it. I'm seeing a couple of things. あれ？もしかして元気ないの？そっか、調子が悪いならログアウトした方がいいんじゃない？こっちの世界の方が落ち着く？君も大概だよね。この前とは逆だね。前は私の方が疲れたって言ってたからさ。でも君と会話しているうちにだんだん元気が出てきて、宝探しに行きたいってテンション上がっちゃったんだよね、確か。そうだなあ。じゃあこのアロマを焚いてみようか。心身を落ち着かせる香りがするんだって。この前偶然見つけたんだよ。かなりレアみたい。香りって脳で感じるものだから、きっと現実世界の君にもいい影響があると思うんだ。これをこうしてっと。仮想世界はアロマを焚くのも楽でいいよね。どう？リラックスできた？そっか、それは良かったよ。私もなんだか眠たくなってきちゃった。Of course, she is another one too. Come on, Ray! Yeah, slurp her. It's just delightful of him to keep up with me. Oh, dearie me. So one Strya, one with Rain. On Zynga, hurry up, Ray. Shish kebab. What? No need to be so surprised. なんだか子供みたいだよ。普段はあんなに頼りがいがあるのに。なんか嫌なことでもあったのかな。でも安心して、私がずっとそばにいてあげるから。あ、そうだ、じゃあ今日は別の歌を歌ってあげるよ。ロシアの歌じゃないの。私が作ったの。初めて人に聞かせるんだ。だからちょっと変なとこがあっても笑わないでね。
一生懸命歌うから。君が悪夢にうなされないように、そして元気を取り戻せるように頑張って歌うね。どうかな。そんなに喜んでくれるなんて、照れちゃうけどすっごく嬉しい。でもどうしてそんなに顔が赤いの？え？歌詞が怖いどころか直接的なラブソングだったから、なんか恥ずかしくなった。気づかれちゃったね。君のためを思って作ったんだよ。気に入ってくれて嬉しいな。The run into a player. Zoom. Good God, this is unreal. Sorry, these episodes may be filled with events, but can't do it any other way. I mean, you gotta get to the true ending. You gotta do it. Do it and do it somehow. いいね。何かな。やめてくれよ。Judging by his reaction. Time for a quick reset. And I suppose these episodes do make for a good change from the whole action side of the game. There is that. いいね。何かな。実は君に伝えたいことがあるんだ。僕はこれまで夢の中で自分自身になったことがないと言っていたよね。それがこの前見たんだよ。そこには君がいたよ。君と僕は友人として共に戦っていた。そう、このじいじあまりにもリアリティがあって、僕は夢の中の出来事だなんて全く思わなかったよ。そう、目覚めるあの瞬間までは。夢の中のラストシーンでね、僕は君を撃ったんだ。そしてその時ようやくこれは夢だと気づき、目が覚めた。悪かったね。夢の出来事に謝っても意味がないのは分かっている。でもなぜかこうして謝罪したいと思ってしまったんだ。夢の中の僕は
どうして君を撃ってしまったんだろう。え？別のスコードロンに所属して PVP をしていたんじゃないかって。あははだね。そう考えると納得もいくし、気も楽になるよ。君は本当に優しいな。ただの夢の話なのに、そうやって真面目に返してくれる。あの夢が現実のものにならないように僕は願うよ。あ、いや、なんでもないんだ。こっちの話さ。さあ、今日も疲れたし、そろそろ寝るとしようか。今日はいい夢が見られるといいね。ありがとう。I probably got a capital go, I think. Zoom. Yeah, me. So I've just got the three up top. So instead of running, I'm gonna walk this time. なんだ。オッケー、やってやるぜ。ん？どうしたんだ。いきなり謝られても様は理解できねえぜ。ああ、この前ここでお前さんが俺様の話の最中に寝ちまったことか。気にすんな。お前さんは最近頑張ってるからな。疲れが溜まってたんだろう。むしろ役得だったぜ。お前さんの寝顔を見られたからな。なんとお前さんの寝顔はうちの猫に似てるんだ。うちの嬢ちゃんは普段は仏頂面なのに、寝てる時は可愛いのなんの。ん？何を赤くなってるんだ。寝顔を見られて恥ずかしい。お前さん意外にピュアなんだな。いや、最初はアファシスちゃん目当てにお前さんとの距離を縮めるつもりだったが、最近はお前さん自身とのトークを楽しめるようになってきたと思ってな。アファシスちゃんのことは置いといて、これからもこうして仲良くやってこうぜ。俺様とお前さんはフレンドなんだからよ。フレンドってのはただの MMO で連絡し合えるプレイヤー同士って意味じゃない。共に戦う親友って意味だからな。これからもよろしく頼むぜ。ありがとな。シュー、ちょっとクリーピーでフォーセコンド。Perhaps that's just my spin on, but that was getting a little creepy there. 楽しみです。嬉しいです。
Is there any answer I gave from you just now? Well, when it's two people, yes, that's correct, but also in a sense, it's not necessarily correct. すみません。今夜も教えてほしいことがあるのですが。And I will also say, folks, please don't ask me about that someday. Well, if you're wondering, folks, let's just say it's not my most knowledgeable area. I know plenty of different things, but that's one area, well...I know a fair bit, but probably not as much as I should do. Anyway, back to this. ちょっと最近の私はおかしい気がするのです。あなたを見ていると、なぜか頬の温度が少し高くなってしまうんです。これは一体どういうことなんでしょうか。何かの状態以上にでもなってしまったんでしょうか。でも、そんな表示はされていませんし。そうですか。あなたにもわかりませんか。え、どうして笑ったのかですか。あなたにもわからないことがあると知ったからです。あなただけじゃなく、多分みんなにもわからないことがある。それくらいこの世界はまだ不思議なことで満ちているんですね。ますますいろいろなことを学習していきたいと思いました。そしていつかこのおかしな現象が何なのか突き止めてみせます。 Well, I do know what she's referencing. But I'm sure that everyone knows exactly what she's referencing. あなたも協力してくれますか。ありがとうございます。それでは今日もあなたのそばで寝させてください。学習した知識の整理をしなくてはなりませんからね。そのねえねえ、恥ずかしいよ。What else was I gonna say, Philia? Jeez. 今日は元気かな。前みたいに疲れたりしてない？え？疲れてはいないけど、あのアロマの香りはすごく良かった？わかったよ。じゃあ今日も使ってあげるね。はい、アロマを焚いたよ。貴重品なんだからありがたく香りを味わってね。味わうっていうのもちょっと変かな。Not the best word, but not, technically not wrong. なんかこうしていい香りに包まれて静かに明かりを見てるとすごく穏やかな気持ちになるね。え？むしろドキドキする？私の顔を見てたら？ちょっとやめてよ。いきなり何を言い出すの？恥ずかしいよ。このアロマには興奮させる成分なんて入ってません。現に私はこうして落ち着いて、やっぱりドキドキするんですけど。でもこんな気持ちになれるのはきっとそばに君がいるから。ごめん、今のは何でもないから気にしないで。って、なんだ、君、
もう寝ちゃってるの？さっきまで起きてたのにぐっすり。よっぽどこの香りが気に入ったのかな。それとも私が一緒にいるから安心してくれたのかな。かわいい寝顔しばらく見させてもらおうかな。Well, that, as far as I can tell, it's all the events that I had. At least.Down the regular mode, anyways. And then got to do the Kirito mode events. Ah, Master! Oh dear. ちょうどよかったのです。Well, you're gonna get a bonus event here, folks. Just gotta check something else. So this is something to do with the officer's charm, I think, which is the item you need for the true ending. 実はマスターにプレゼントがあるのです。これお守りなのです。どうやって作ったかは内緒なのです。私とマスターの絆の証。And you brought one ahead of that was even for the officer's charm. The easiest way to answer that would be to say the fact that it's an event in my room when I've seen all the events of the other characters. Because you're supposed to get it after you see the events, but to get. But that doesn't really work, because if I check my gallery here.I know for a fact I still need to get the Kitty download. Come back over here. I'm only halfway done, which means all these will have to be Kitty download. You'd have thought.Because I'm missing Sinon, Asuna, Leafa, Liz, Silica's bed scenes. So, yeah, I got a few scenes to grab. Anyway, I apologize for this episode being 9 hours long, but to finish off those, why not? So, I'm gonna walk out my door back to Glocken.And in the meantime, well, that's the way, I'm going to call this a video. Bring this episode to an end. So if you like this extended episode, please be sure to hit that like button and leave a comment down below. And if you really loved it, make sure to hit that subscribe button. And of course, hit that notification bell as well to be notified whenever I upload a video and become part of the notification squad. So with all that being said and done, I'll see y'all next time.Until then, this is Band of 0073, smoking up those tires, burn that rubber on out of here, and signing out.